生の時から僕はやっぱりクリスチャンスクールに通ってたんで、うん、聖書の授業っていうのを受けてますよね。うん、うん、でこう白状しちゃうと、僕小学校4年生の時にエホバの証人の友達に聖書という本を教えてもらったのが初めてなんですよ。で聖書という本があるんだと、うん、でこれを信じれば永遠の命が手に入りますよって言われて、で永遠の命っていうのはエホバの証人さんのその文脈でいくと本当に永遠の命なんですよね、うん、永久に生きるってことですよね、うん、で永久に生きるということが本当に可能なのかっていうことを考え始めたのが多分出発点ですね。小学生それ。小学生。小学校4年生です。だから、で、それ、さらに遡っていくと、やっぱり死ぬのが怖かったんですよ。ああ、よく死の恐怖っていうのは、はい。死の恐怖っていうのは小学校3年生ぐらいの時から自覚してて、死ぬっていうのは、自分の存在が、意識が消えることなのか、ああ、消えるの怖いよ、わーとか言って、こう、布団の中で叫んで起きちゃったとか、そこにタイミングよくエホバの証人さんがやってきて、で、死なない方法があります。で、そこから小学校卒業して、クリスチャンスクールに、キリスト教学校に入って、はいはいはい、それは本当なのかっていうことを考え始める、その、思春期を迎えたわけですよ。うん、で、そこから批判的にものを見ていく、本当にそうか、本当にそうかっていうことを考え始める癖がついたんですよね。はい、じゃあ、だいぶそのリベラル歴で言うと相当長いわけですね。もう50年ぐらいになるんですよ。50年選手。そうですね。いや、おそらくですね、これ、私がそのやりとりを見てる中で、はい、多分、アンチ富田の人たちが一番理解できないのは、はい、なぜそんなにね、疑ってるのに、信仰者であり続け、また、しかも牧師なんかになっちゃって、うんうんうん、でキリスト教学校では教えている、かつその本も書いてるっていうところが多分理解できないと思うんですよ。まあ、さっきも言ったように、信じたいという気持ちはあるので、うん、だから、信じたいから、その、疑わしいものを排除して排除して、どん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 、こう、削いでいって、うん、で、最後に、あ、これは否定できないっていうものがあれば、それを信じたらいいっていう、願いつつね、疑って、疑わしいものは全部こう削っていく。で、その中で、あ、これは信用できるんじゃないかって思うのは、やっぱり、イエスの、やっぱり、人間を愛してくれる、その、言葉と行動なんですね。まあ、それは全部削いだ後に残るのは、やっぱりイエス。イエスは残ってますね、今のところ。だから、そこをやっぱり伝えたいなと思うから、牧師もできてるという。なるほど。だから、教会も、教会愛する気持ちって、やっぱり、すごく強いんですよ。で、僕は育ったその、まあ、中1の時に最初行ってたね、その教会は一旦離れたけれども、うん、学校の聖書の時間でいろいろ考えさせられて、もう一度その、教会に行き始めたのは高校1年生の時で、うん、それは最初に行った教会で別の教会なんですね、うん。で、それは友達がたくさん遊びに来てた教会で、で、日曜日も朝から一緒に遊びたいから、で、一緒に遊べるんだったら、まあ、教会に行くよと。で、その教会の何が良かったのかっていうと、そういうこう素朴なこう疑いとか、質問に対して誠実に答えてくれる教会学校の先生が多かったんですね。なるほど。うん。だから信じなさい。そうすれば救われますとかそういうこと全然言わない。まあ、やっぱりリベラルの教会だったんですよね。ああ、そう。で、それこそその聖書に対するその質問だけじゃなくて、うん、やっぱり思春期の若者だったので、愛って何でしょうとかね、うんうん。生きるってどういうことですかとか、働くってどういうことですかとか、それこそ恋のもん、恋、恋愛のこととか、いろんなことを悩ませてくれて、いろんなことを考えさせてくれて、うん、話し合いもさせてくれてっていう、そういうところで育ったので、うん。だからその教会に対する愛情はあるんですよ。やっぱり家庭的にはちょっとあんまり家に居づらかったので、教会が一つの家族みたいなところが、あったんですね。自分を迎え入れてくれる居場所になってくれたので、その教会に対する愛情と、あとイエスの愛。で、イエスの実在性は云々は置いといたとしても、この聖書というものに書かれている、この歴史的な批判的なのに耐えうるだけの愛。この本が伝えようとしているもの、このメッセージは信じられる。なるほど。それを伝えたいっていうところはブレてないと思います。
いや、それはなんか、とても素晴らしい教会だったんでしょうね。素晴らしい教会です。はい、いや、なんかよくある、ありがちなの、その、教会で、なんか聞いてはいけない雰囲気ってあるじゃないですか、いろいろ。いろんなことに関して、はい、そんなこと言ったら怒られるんじゃないかとか、まあ、よくやっぱりノンクリスチャンから言われるのは、そんなね、私なんかが言っていいんですかとか、あとはそんなことを牧師さんに聞いていいんですかとかね。はいはい。いうことって相当気にされてると思うんですよ。はいはい。だからそこがこうオープンでね、その聞ける雰囲気っていうのはやっぱりものすごく大事だなと思います。そうですね。すごく良かったですね、そういう意味では。ね。だからその時の雰囲気がやっぱり僕が、まあ、ホームページをね、作ってた時に、下世話な Q&A っていうのがあるんですけど、はいはいはい、それはやっぱり教会で聞けないことを、答えましょうっていうシリーズを作ったのも、そこがやっぱり原点っていうのはあるかもしれないですね。あれもうだいぶ前ですよね。そうですね。修行じゃない頃の時から。20年ぐらい、21年前です。はい、2001年から始めてるんで。そうなんすか。はい。例えば、離婚で OK なんですかとか、不倫は OK なんですかとか、それこそ、あの時まだ LGBT という言葉も流行ってなかった。そうですね。そうですね。使われてなかった。うん、だから同性愛は、OK なんですかとか、うん、金儲け OK なんですかとか、まあ、いろいろね、うんこう。聞けないであろうことに、こう、集中してった、こう、あれは、あれで助かったよっていう人も結構声をいただきましたね。私も熟読してました、ね。ああ、ありがとうございます。だから、その中でも特に同性愛の問題。うん。は、もうなんか、4ページか5ページぐらいにわたって、だーっともう論文みたいに長く書いちゃって。うん。うん、特にあれは反響がありましたね。うん。まあみんなクローゼットだったんですよね。うん。教会で言えないとか、まさか聞けないとか、うん。いないことにされてる。うん。そこをこじ開けた感じになったから。いやー、逆にだからなんでそれを、富田さん以前は、そういうね、教会がそういうことができて、まあ、その教会の中ではやってたのかもしれないですけど、うんうんうん、いや、多分そこら辺で富田さんがこう発信をし始めたところが、やっぱり今、そのリベラルの親玉みたいな、そうか、悪の親玉みたいになってるのは、やっぱその辺にあるんじゃないですかね。ずっとそういう発信し続けてきてるから、そうなのかもしれないですね。うん、調べるじゃないですか、やっぱりこう。自分でもね、やっぱりその、例えばキーワードで、こういろいろググったりとかして調べて、はい、ある問題について、ある問題について、キーワードね、はいはい、キリスト教サイトはどんなこと言ってんのかなって、はい、ちょっと調べたりするじゃないですか、はい、様子を探ったりするじゃないですか。はい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 、そしたら、もうすっごいコンサバなのが、こう巻き返してきてて、今もうほとんど、だからコロナもあったかもしれないけども、まあコロナ以前からそうだけども、やっぱりウェブとかそういうメディアについては、リベラル側っていうのは本当遅れてますよね。遅れてましたね。遅れてますよね。今でも遅れてますよね。今でもね。ね。で、今そのいわゆるコンサバとか福音派と呼ばれる人たちのそのウェブの発信力っていうのはすごいじゃないですか。で、その中で語られてることっていうのは、例えばその同性愛の問題だったら、もうめちゃくちゃ差別的ですよね。はいはいはい。いや、そういう方が多くなっちゃって、うんうん、で、僕が作ってたような、ああいう方向性のサイトっていうのは今でもほとんど見ないですね。そうですね。あ、その後20年でものすごい勢いであちらさんの人たちが出してきたから、だから本当に霞んじゃいましたね、僕はね、うん。そうか。いや、僕はだからそのツイッター始めた時も本当にそれはそう思っていて、うん、そのいわゆる SNS にいるクリスチャンと名乗る人たちはほぼほぼ福音派か、割とガチなカトリックか。そうですね。しかいない状態だったんです、当初は。そうですね。はい。それはさすがにいかんだろうと思って、まあ、その、うん、うん。なんか、どっちが正しいとか間違ってるとか以前に、その情報量として圧倒的にこちら側の、その、いわゆるリベラルな考え方が足りなすぎると。うん。そうすると世の中でキリスト教って言ったら、そっちのそうじゃない、リベラルじゃないキリスト教が求めを、思って探したりとかね、いろいろ調べたりする人にとっては、それはキリスト教になっちゃうのは非常によろしくないなと思って、よろしくないですね。なんでそのリベラルもっと頑張んないんだと思うんですけど、うんうんうん、そういうのをやっぱり苦手っていうか、なんですかね。苦手、まあだからいろんなね、ファクターあると思いますよ。うん、やっぱ一つはおごりっていうのかな。その自分たちは、
自分たちはメインラインだからっていう、うん、そういうおごりはあると思うし。そんなね、ものに手を出す、はい、出すなみたいなね、ありますよね。そうですね。はい。高齢化もね、相まって。で、やっぱりその今のいわゆるメインラインって言われてる教会のメンバーって、荒海を越えてね、うん、日本というその極東のね、国にね、うん、一生涯をかけて、こう、捧げて、その日本人のために、奉仕してくれる、その生き様に惚れた人たちっていうのはいたと思うんですよ。で、はい、はい。だから、明治維新の後と、あと太平洋戦争の後は、やっぱりキリスト教ブームみたいなものがあってね。うん、ね、うん、で、やっぱりそういう、その、人というものに惚れた、それでクリスチャンになった人たちって多いと思うんですけども、うんうん、その時若者だった人たちが、うん、その若者のサークルのまんま年を取っていったんで、うんうんうん、で、それを信仰の継承ができなかった、うん。信仰の継承っていうのが自分たちと同じものをそのままこう植え付けようとしたから失敗したっていう面があって、うん、で、年齢的にもやっぱりそういう新しいものについていくっていうかな、そのメディア戦略というものに対してやっぱり乗り遅れたっていうのが一つあるんです。うん、それとあとね、難しすぎる。なんか、そのリベラルの人たちの考えていること、言ってることが、あ、うん、なんか神学とかね、何を言ってんのかわかんない。出してる本とかもそうでしょ。なんか難しい本が多くて。福音派の方が簡単ですか？ああ、わかりやすいと思います。すごくストレートで。そこはどうしたらいいんですかね。まあ自分もね、課題がそんな克服できるてるとまでは思わないので、うん、まあ、それに世の中の流れっていうのもありますからね、すごくその、例えばトランプ、はいはいはい、なんかね、その大統領になったりとか、うん、そういうその、超保守的な価値観っていうものが、うん、支配的になってきてるから、うん、だからその世の中の流れに乗ってるっていうのも、時流に乗ってるっていうのもあると思うんですね、その人たちってね。だから、やっぱりもともとリベラルな考え方とか、例えば、人権とかね。そういう考え方の方が流行らなくなってきてるっていうのがあるので、はいはいはい、どうすればっていうのはちょっと僕も、そんな処方箋みたいなものはちょっと出ないというかわかんないんですけれども、うん、ね、メディア使ってたらね、それこそ松谷さんがね、今こう、すごく積極的に進めておられるような、そのネット選挙のね、方法なんかももうちょっとこう、みんな学んでほしいなと思うし、うん、それから、関西弁風に言うと、うん、その、もっとアホになりましょうっていう、うん、アホでもわかるような話を恐れずにしていくことですよね。うん、ああ、うん。だから僕は、なんか自分が学者じゃないところを強みにしようと思ってるところがあって、うんうんうん、その、インテリの人たちはたくさんいるんですよ。その、リベラルにも、うん。だけど言ってることが理屈っぽすぎて、わかりにくいですね。それはわかりやすくはできるもんですかね。できるはずだと思います。できるはず。できるはずだし、僕もそれトライしてるし。そうですよね。はいはいはい。うん、だから、まあ、アホなんですよ。だから、自分がわかるようなものを求めていく。はい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 。アホでもわかる話をアホが話すると。うん。僕にわかるように説明してくれたら僕が別の人に伝えるから。はいはいはい、はい。うん。間に立って。うん、したいなっていう気持ちはあって、うん。だからもっとこう、アホに徹する人がもっと出てきてほしいなと思います、うん。本当にね、またね、頭いい人多いと思うんですよ。そのリベラルがね。福音派はね、はい、神学的には巻き返ししてきてますよね。ああ。だから学問的には近づいてきてると思うんですよ。うん、だから福音派も難しい。例えばヘブライ語ではこういう意味があるとか、リベラルではこうなんだ、本当はみたいなことを、ちょっとね、学問的には近寄ってきてるような雰囲気ありますね。はい、いかがでしたでしょうか。日頃のモヤモヤにピンポイントでメスを入れる禁断のツッコミ企画、月曜からダメ出し、経験じゃなくてすみません、毎週月曜夜10時公開となっております。ぜひ日頃感じているモヤモヤ、またはダメ出しをしたいことなどありましたらコメント欄にお寄せください。ハッシュタグは月曜からダメ出し、ハッシュタグ月曜からダメ出しでもコメントをお待ちしております。ではまた来週月曜日の夜にお会いしましょう。さよなら。